ワワンデイワンデシネマ第107回は、是枝裕和監督、怪物、音楽坂本龍一、脚本坂本雄二、カンヌ国際映画祭で脚本賞受賞、今も上映中。こんにちは、詩人牧村典村こと、大久保宏典の映画の部屋、え僕は是枝監督大好きです。 えっと、そうだな「奇跡」以外は、えー、ほとんど見てると思います。これいい映画だと思います、えっと、だけどね、えー、実はうーんこの何だろう LGBT に対する、えー、理解のなさということについての批判がこの映画はちょっとなされてないのかな。あ確かにこれ見た 直後は、ね、あの <laughs> 子供たちが抱える悩みっていうのを、うん、ちょっと重く受け止めてというのはさあの私などはですね、うん、男性が好きだっていうのは中学生ぐらいから意識し始めた、えー、小学校の頃は男の子も女の子も好きだったまあ,あのその好きの質がちょっと違うことは違うけれどまあ このの映画の主人公たちはその小学生の頃からそういうことを意識し始めて自分の中でいろんなものを抱えながら周囲の無理解に苦しみながら生きているそういう子たちなんで確かに自分とは違うから本当にあの、うん、なんだろうつらいだろうなと確かに思いました。 思ったしどうすればいいんだろうこういう子たちに対してはとで僕なんかはもうある程度段階を踏みながら自分が同性愛者だということをしっかりと心に刻みながら生きていったんですようんだけどこの子たちはどうすればいいのかなとちょっとあの考えましたただね結局あの これ脚本を追っているだけの映画っていうふうに僕には思えたそして、うん、その子どもたちの苦しみとか、えー、痛みどうしたらいいのかそういうことについての、うん、何か深いものがないそれとさっき言ったように その差別というものに対する批判がないと僕は弱いないというんじゃなくて弱いと思いましたね。えー、っとぬるいとこで終わっているそれであのいつも思う事故が起こった時によく思うんだけれど事故の あとの家族たちはどういう思いでいるのかなっていうところでここであの学校の校長先生の田中優子ってのが出てくるんだけれどこの人の背負った重さとこの子供たちの背負っているもの心に生じているものの重さっていうのを重ね合わせてるっていうか同等に置いてるような気がしてこれはまた 別のテーマで、えー、田中優子の苦しみっていうのは描かないといけなかったんじゃないかなと全然質が違うと思うんですよね。ということなどあってちょっと僕は今回ん小ん是枝監督に対しては批判の目を向けました。えー、そうだな。それとあとあは このエンディングなんだけれど実はこれちょっと死を想像させる部分もあってそれも良いのかな良くないんじゃないかなと思うわけですよつまり彼らがもしかしたら死んでしまったんじゃないかなというふうに思わせるところこれも良くないと僕は思いましたね。 であの多分ねこれは工業上の思惑なんだろうけれどまあさっき僕あの言ったっけ言わないかネタバレっていうことをこれネタバレ注意みたいなことになってるんだけれどこれは客を追ってるだけっていうことと関わってくるんだけれどネタバレしないように作っている。 あの宣伝しているだからこれがさ最初からその自分がその同性愛者だというふうに気づいた男の子たちの苦悩と周囲の無理解そしてその悲劇的な状況それを描いた映画ですって最初から言えば いい気がするんだけれどそうすると映画館に足を運ぶ人たちが少なくなるんじゃないかという思惑とか LGBT 映画だっていう色付けをされることが嫌だということなのかもしれないけれどどうなんだろうそれは見た人が LGBT 映画ではないと思えばそれでいいと思うんだけれど、うん、ちょっとその辺の意図も 僕は、えー、よくなないいかなと思いました、まあとにかくこの映画を見ていろいろ考えていただければいいかなとそういうふうに思いましたせっかくこれだ監督はこういうテーマを取り上げたのに、えー、どうも子供主人公の子どもたちの苦悩に

ところに落ち着いてしまっている感じがして、とてもうん。悲しい気がしました。むしろ怪物は周囲の人間たち。だと僕は思うんだけれどね。あのちょうどさえー、っと2丁目のバーの、えー、スタッフで。絵本を書いた人がいるんですよ。 でその彼が書いた、えー、っと絵本は「僕は怪物になりたくないのに」というタイトルなんだよね。だから彼も本当に小学生の頃から男の子が好きだっていうことを自覚しそして友達に本当に仲のいい友達というのに打ち明けたらそれが全部に広まって。 以前からいじめがあったんだけれど、もうすごいいじめに発展したっていうような話そこから彼はあの出発するんだけれどだからその自分が人間じゃない普通の生き物じゃないっていうふうにもしかしたら小学生ぐらいの子供はもし自分が同性愛者であれば 思ってしまうのかなその意味ではこの「怪物」というタイトルはまあ良いのかもしれないがやっぱり僕はちょっと違和感がありました。まあああとそのえっとあの学校側の対応がさ あまりにも、まあ、実際本当にこんなのかもしれないだけどそのいじめとか暴力沙汰に対する学校の対応ってあまりにもなんかちょっとカリカチュアすぎるというかパターンすぎるというかちょっとなんかやりりぎの感もありましたそうそうちょっとね長山瑛太ってさ うん昔綺麗な男の子だったんじゃないだけど今なんか「あれ博多花丸大吉の大吉とそっくりになっちゃってちょいとそのへん残念ではありました、まあ、とにかく皆さんこの映画でいろいろ考えてほしいなと思います映画は僕らを夢の果てまで連れていく ではまた。